知ってる？クリエイティブで面白い50人鬼ごっこができるらしいよ。ああ、確か鬼が走りながら何かを落としていく鬼ごっこだよね。金色のピカピカ光ったスカゴ踏んだね。そんなの嫌だから。お尻からプリ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 踏んだしながら走っている鬼とか近づきたくないでしょ。臭いからみんな逃げるんじゃないの？そんな理由で逃げてないから。あ、そうそう、鬼に近づかないといけない理由があって、鬼がコインを落とすからだった。ピンクマさんは最近怖いって好感度を落としてるけどね。そんなこと言わないで。これでみんな離れていくからコイン取られなくて済むね。でも鬼の近くに来た方がいいんだよ。コイン取ったら自動販売機でいい武器とか買えるらしいから。先生、物にみんなを釣るのは良くないと思います。ギフトをプレゼントとかいうサムネで純粋な子供を騙すのと一緒だと思います。いや、本当に武器がもらえるから。こうやって絶対にもらえるとか言って本当にもらえるのは当選した5人だけとかいう詐欺やめてもらっていいですか？ YouTuber の闇。確かにコインは一定時間で消えるから絶対じゃないけど。おまわりさん、ここに詐欺師がいます。その言い方やめて。そんなこと言うなら来なくていいから。でもさ、本当に中にはコインなんていらないからずっと隠れとこうっていう人もいるんじゃない？そういう時はサテライトスキャンで見透かすことができるよ。じゃあピンクマさんのエッチ。何が？みんなのいろいろなところを見透かそうとするなんて。ピンクマさんのエッチ。見えてるプレイヤーの位置がわかるだけだから。なんだ、なんかがっかりしてない？がっかりしてるわけないでしょ。頭の上にがっかりマーク出てるから。まあ鬼に倒されたら天国から覗き放題らしいけどね。おう、これは早く鬼に倒されなきゃ。趣旨が変わってる。ラッピーさんのクレームアップ、みんな遊んでね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をバーン。あとカスタムマッチで一緒に遊べるのも待ってるよ。